大好評いただいている絵画シリーズなんですけども、はい、今回プラスダイアナからこちらのスニーカーが発売となりました。こちらはですね、すでにパンプスでも大人気のカラー5色を選んでスニーカーにデザインしてあります、はい、やっぱりフラットシューズとかパンプスだと難易度高いなって方にはこのスニーカーがおすすめのアイテムになっております。やっぱりこうスニーカーでしか出せないカジュアルさですとか、おしゃれさをぜひ楽しんでいただきたいなと思います。オーバーチェレースの上にですね、はい、小花柄を刺繍しておりまして、ちょっとほんのり光沢感のあるような、はい、表面感になっております。本当に華やかに履いていただけますし、うん、今やっぱり絵画のこの発色の良さと、この奥行き感がすごく素敵なスニーカーとなっております。うん、プラスダイアナの BL42530 ですね、はい、もう定番の人気のシリーズの方と同じものを使っておりますので、はい、本当に履き心地には定評のあるお作りになっております。そうなんです。で、綺麗めはのスタイルに合わせていただいてもいいように、こうスッキリとさせて、まっ中央の部分をですね、くびれさせてますよね。うんでスポーティーな雰囲気がありながらもですね、うん、パンプスライフにも履いていただけるスニーカーとなっております。履き心地がこちら本当にすごいです。クッションがプラスダイアナ得意なんですけども、うん、こちら3ミリのカップインソールが入っております、うんうん、なのでふかふかとした履き心地ですし、さっき履いてみたんですけど、やっぱすごい履きやすかったですよね。柔らかかったです。ソールにもこだわりがございますね、はい、そうなんですよ。そうなんです。こちらはですね、プラスのマークをデコボコで配置しているんですが、グリップ力と強力性、あと返りも非常にいいというメリットがあるんですよ。あと、しかもじゃあもう一点、はい、軽い、いやもう本当に本当軽いです。こちらですよ、ね、通常の BL42530 は片足 290g なんですけども、はい、こちらはやはりお素材がレースなので、はい、すごく軽量化されておりますし、本当に軽くて履きやすいおすすめのアイテムになっております。軽快に歩いていただけること間違いなしだと思います。続いては一色ずつカラーをご紹介していきます、はい。こちらのメジャーは全体的にピンク の、あのボディに染めております。くすんだような落ち着いたピンクなので、あと大人っぽい大人可愛く履いていただけるスニーカーになっております。コーディネートも統一感が出ますので、本当に合わせやすい色となっております。肌馴染みもすごくいいですよね、はい、とってもいいと思います、春夏のシーズンの赤ロウ服に合わせていただいても、はい、すごく可愛そうだと思います。前面がスムースのものと比べてると、はい、だいぶ軽やかな印象になりますので、はい、春先にかけても本当爽やかな雰囲気で履いていただけると思います。可愛いです。なんか白のワンピースとかね、合わせても可愛いですよね。斉藤さんがすごい似合ってますね、このピンク。はい、フェミニン女子にとってもおすすめです。フリューゲル、アイリスの花束をデザインした一足になります、はい、こちらも全般的にもうソールまでですね、黒で統一した、はい、ものになります。この繊細な花柄が本当に引き立つようなカラーリングになっております。真っ黒のスニーカー珍しいですよね。珍しいです。ところどころにも綺麗に咲いている色とりどりの花が本当に華やかな一足になると思います。全般的に黒でちょっとかっこいい感じかなって思いきや、確かに履いてみるとかなり可愛らしく可愛らしいです、はい、履いていただけるのですごく素敵な衣装ですよね。はい、横井さんが合わせているようにシンプルなワンピースで統一感を出していただいてももちろんいいですし、このお花の中の色をですね、取っていただいて赤とかブルーとかのよくに合わせても素敵だと思います。確かにいいですね、はい、本当にアクセント使いとしておすすめの黒スニーカーになります。続いてはゴッホの星月夜です、はいはい、こちらはもうブルーの中に本当にキラキラと輝く、はい、星様とお月様がすごく華やかですね。印象的ですよね、イエローが。こちらはですね、ソールをあえて白にすることで、軽やかさを表現しております。ちょっとスポーツタイプにも履いていただけるので、そういった雰囲気が好きな方にはおすすめですね。こちらベースはです、アッパンダーベースがネイビーですごく落ち着いた上品な色でもあるので、こう大人っぽい雰囲気でも履いていただけると思います。ネイビーって結構、まあ、合わせやすいカラーになってますので、なんかこういった絵画の中にある色を拾っていただいてもいいですし、なんか明るめの洋服で合わせていただいても可愛いと思います、はい、近くで見ると、この細かい小花の刺繍が本当に綺麗に出てますよね、はい、いや本当に奥行きのある表面感になってますよね。続いてはクリムトのイエローです、はいはい、こちらパンプスでもクリムト大人気と聞いております。クリムトってイエローベースなので、こう全体アッパーの部分もですね、ほんのりちょっとイエローがかった、そうなんですよ、はい、よく見るとこの
アッパーの部分だけ、はい、ちょっとレモンのようなクリームカラーですね、はいはい、になっておりますので、うん、こう統一感を持たせたようなものになります、うん、斉藤さんのこのベージュのワントーンのコーディネートにこのイエローの暖色系とっても合ってますよね、うん、合ってます、すごく素敵です。あとこの絵画の中に、はい、クリームとか黒が結構入ってるので、うん、はい、黒系の洋服とも意外と相性いいですし、確かに黒いいですね。そうなんです、黒とイエローでちょっとポイント使いしていただいてもおしゃれだと思います、うん、確かに。5色目はモネの睡蓮です、はいはい、こちらはですね、全体に白とグリーンのコントラストが本当に綺麗な印象になっております、うん、なんか爽やかですよね、うん、印象的にかなりあの5色の中で一番スポーツライクにお使いいただけるカラーじゃないかなと思います、うん、ほっそりしたシルエットでありつつも、うん、本当にふわふわなクッションが入ってたりですとか、うん、このカップインソールも足に吸い付きますよね、はい、なんかの、吸い付きます、足裏を本当フィットして、うん、あの履けるので、はい、スニーカーも普段履き慣れない方でも、はい、本当ご満足してスッキリ感のフラットシューズのような感覚でお使いできる一足だと思います、はい、斉藤さんのフェミニンスタイル、うん、すごく綺麗にコーディネートしてるんですけども、やっぱりシルエットがスッキリとしているので、うん、はい、他 の、うん、あのスニーカーよりもやっぱりフェミニンスタイルに合わせやすいですよ ね。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。絵画シリーズの、はい、今日はプラスダイアナからのスニーカーをご紹介したんですけども、はい、本当にどれも華やかでおすすめの一足になっております、はい、本当に履くだけでコーディネート、うん、華やぎもプラスしてくれるので、うん、これからの春夏のシーズンにとってもぴったりなものになっております。今日ご紹介した絵画シリーズなんですけども、はい、今ですね店頭ではパンプスやフラットシューズも発売しておりますので、はいはい、ぜひそちらも合わせてチェックしてください、はい、あと実はですね、はい、この先、はい、なんと、はい、サンダル、はい、いや新色のニュールですとか、はい、あとエコバッグとかも出るという噂を聞いておりますので、はい、まだあのダイアナの絵画シリーズたくさんこれからも発売を予定しておりますので、はい、ぜひお楽しみにお待ちください。お待ちください。